神山です。2024年の投資環境についてお話をします。まず今年一番の注目は FRB と日銀の臆病さについてです。 FRB はこれから金利を引き下げていくと考えています。そして日銀はこれから金利を上げていくと考えています。これは逆方向ですが、実はどちらも臆病という共通点があります。 FRB はインフレが再燃しないかを心配しながら金利を下げていきますので、賃金上昇率などを見ながらゆっくりと変えていく。それから日銀の方も同じく賃金上昇率が上がることを確認しながら金利を緩やかに引き上げていこうとします。その結論としては、為替がドル円につきましては140円台から130円台の非常に緩やかですが円高方向を予想しています。それから2番目の注目点、日本がとても良くなるということです。日本には千載一遇のチャンスが来ている。これが2番目のテーマなんですが、日本が良くなる理由はやはり日本の不足が続く。不足というのは人と物と金なんですが、これらが不足していることで賃金が上がる、設備投資が増える、金利も上がりますが企業収益はさらに上昇していくという予想をしています。それから3番目、一つのリスクでもありますが、世界経済が横ばいで緩やかに進むということです。特にアメリカがそれほど強い成長を示さないという前提で、それでも緩やかな金利の低下であれば、高すぎる金利で景気が悪化するのではないかという懸念も続いてしまいますけれども、ただそれは懸念で終わり、緩やかな成長が続くという考えです。以上の状況から株式投資などへも特に不安はないんですけれども、緩やかな円高を想定しますので、日本株のウエイトを高くすることは良い考えではないかと考えています。それでは2024年も良いお年をお過ごしくださいませ。以上、神山でした。